お写真撮らせてください。高橋さん、すいません、お願いします、はい、ありがとうございます。どうも、ようこそ。ありがとうございます。ちょっと繰り返しです。あ、そうです。曲もいたので、こういう感じ、1位からいたので総額ですね。本日は高山さんのご厚意で後ろにあります、ブースをいただいておりまして、ここで、江戸城天守を再建する会のが新しく始めた請願署名を集めております。大変ありがたく思っております。また高山さんは当会の理事を務めていただいております。はい、今日はようこそ神保町の第62回神田古本祭りおいでをいただいてありがとうございます。朝方ちょっと曇ってましてね、心配をしてたんですけども、どうやらお日様も見えてきましたし、昔は青空古本祭りって言ってた時代がある通りですね、これ雨が降っちゃうとね、これやめざるを得ないんですね。おかげさまでお天気に恵まれてですね、7日間、今日から11月の3日文化の日まで7日間、続けられそうで本当にありがたく思っております。また地域の皆さんにもですね、本当に喜んでいただいて応援をしていただいております。先ほどオープニングのテープカットの時に、東京都の小池知事がお見えをいただきました。大変力強い温かいお言葉もいただいたところです。本当にありがたく思っております。私が知る限りですね、62回古本祭りやってきましたけども、東京都知事がお見えいただいたのは初めてなんですね。本当に皆さんにもこれから、このビデオも含めてですね、皆さんにテレビ等々で、この古本祭り知っていただいて、神保町にお運びをいただけたらありがたいなと思っております。今日はありがとうございます。